単にこうシャープでかっこいいだけのものっていうのは意外とそんなに難しくなく作れるんですけれども、そこにこう幸せな感じだとか、そういったものをこうなんていうんですかね、モデルさんを通じてこう見る方にどうしたら伝わるだろうっていうのをいつも資生堂の方と大竹先生と一緒に、ね、そしてメイクアップの西手さんと一緒に考えてやってます。